はい、先々のもって新潟人の飲酒動画です。今回は、中杯、とうとう来ました。コカ・コーラの、コカ・コーラ社が、とうとう、中杯を発売しました。レモンド、こだわりレモンサワーのレモンド、アルコール度数が、これ定番レモンのやつです。これ4種類あるんですよね。アルコール度数が 5%。で、果汁が 10% となっております。原材料がレモンと加糖ブドウ糖液糖とスピリッツと食塩と炭酸と香料と酸味料と酸化防止剤、括弧ビタミン C となっております。製造者がコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社、東京都港区にある、会社となっております。で、値段がなんとこれ普通に、スーパーで150円するという。税込みで152円というね。間違いなくこれはもう、コカ・コーラだから、CM とかの宣伝費、広告費ですね。はい。こちらに書いてあります。前割りレモン製法。レモンを丸ごとすりおろして、お酒に漬け込んで、レモンサワーの出来上がり。と書いてあります。さあ、果たして。その150円に見合う価値はあるのかということです。ね。ちなみに、焼酎ハイボールのレモン。ね。俺が大好きな。あちらが、税込み110円です。うん、さて、果たして、1.5 倍。1.4 倍ぐらいか。の価値はあるのか。そして、4種類味があって、その中で、定番レモンが一番おそらく、こだわってるはずです。間違いなく。完璧。スピリッツってことは、これ、焼酎じゃないな。ウォッカだな、これ。味としては、酸味が割と強いです。うん。まあ、やっぱ果汁が 10% も使われてるっていうのが、まあ、売りなんでしょうかね。まあ、色がはぐらぐしてるんで。全体的に酸っぱいのと甘いっていうのと、うん。そこら辺ですかね。うん。まあ、まあ、そうだな。どっちかというと酸っぱい方に、いきますね。買う価値はあるかって言われると。まあいいや。まあサイトに、見ましょう。お店の定番の美味しさを実現。すべてのレモンサワー好きの方に。な。まあ美味しいです。うん。あ、美味しいですよ。美味しい、うん。美味しいんだけど、これを150円出して買うかという話になってくる。うん、まあ、俺は買わないですね。うん、まあ、俺買わないです。まあ、俺だったら買わないです。こだわり。
これが今時のレモンサワー。お家で楽しめるこだわりの美味しさ。前割りレモン製法。酸味と、ちょっとやっぱ苦味っていうのもあるし、札幌のあれに非常に近いですね。札幌の、なんだっけ。札幌の、チューハイの、ものすごいうまかったチューハイ。あ、レモンザリッチ。このレモンザリッチの、に非常に似てる。非常に似てるんだけども。濃い味ビターレモン。にちょっと似てる感じはするんですけれども、やはり劣化版みたいな感じがしますね。レモンを丸ごとすりおろし、お酒に漬け込む。丸ごとすりおろしたレモンをお酒にあらかじめ漬け込む前割り製法を採用。レモンサワーの新しい美味しさをお家で手軽にお楽しみいただけます。その日の気分で自由に選べるように4種類のこだわりレモンサワーを作りました。レモン堂がいつもの、家飲みをちょっと贅沢に変えます。まあ、ちょっと贅沢に変えますって言っても、ぶっちゃけた話でこれ1本150円しますからね。その時点で贅沢なんですけどね。その時点でももはや贅沢なんですけども、で、4種類あるということで、アルコール度数がこれ 5% で、で、3% のやつが蜂蜜レモン、7% のやつが塩レモン、9% が鬼レモンとなってます。で、この蜂蜜レモン 3% のやつが、果汁が 7%。で、塩レモンが 7%、アルコール度数 7% で、レモン果汁も 7%。そして、問題の方が、鬼レモンですが、アルコール度数 9% なのに、さらにレモン果汁も 17% と、これが 10% なのに 7% も上がっていて、なおかつアルコール度数も 9% に上がっているということは、これが一番多分値段かかってますね、これ。鬼レモンが。鬼レモンが、レモン 1.5 個分の果汁を使用したガツンとくる味わいのストロング系レモンサワーです。なってます。これ甘味料が含まれてるのかちょっとわかんないです。俺確認しなかったんで。あえて確認しなかったんです。まあ、まあ一応甘味料入ってたとしてもちょっと飲んどきたいなということで。まあコカ・コーラ。これは、レモンザリッチの、そうだね、ビターレモンと、普通の濃い味レモンの中間あたりの感じです。酸っぱさと、ちょっと苦さと、で、あと甘み。が、まあ、バランスがいいといえばバランスがいい。
ただし、俺だったらこれは買わないです。なぜならば、札幌のレモンザリッチの方が、値段も安いし、味自体も美味しいからです。うん、でも、まずいとは言わないですよ。全然美味しいです。これは。ただ、コスパとして考えると、やはり150円を酎ハイに出すかということです。果たしてチューハイに出すか、うん、いいですか。だいたいチューハイで100円とか110円ぐらいです。120円ぐらいです。だいたいプラス30円で出して買うかっていう話です。まあ、まあ一回買って飲んで、まあうまいってなったらまあ買うんですけどね。買うんですかって話なんですけど。まあ少なくともまあ俺の観点から言うとあの買いませんねっていう。まあだけなんですけどね。うん。さすがね。コカ・コーラだけあって、CM の、CM 費が圧倒的にかかっているとしか考えられませんので、まあ、だから、そういうことです。うん。まあ、だから、リポビタンデーみたいなもんですよ。実際、塩ビタドリンクの方が、効能があるのに、栄養価高いんですよ、あれ。それなんだけども、なぜリポビタンDの方が高いんですかって聞かれると、それは広告費用ですということです。うん。うん。うん。キャンペーン、レモンド公式アカウントフォローしてキャンペーン投稿をリツイートすると、抽選で150名様に、レモンド開店記念セットをお届けしますって書いてあります。じゃあ一応フォローしてあれしとくか、リツっとくか。一応リズとくか。フォローして何？リツイート。あ、もうしてありますね、俺。こだわりレモンサワーレモン動画2020年のヒット予想にランクインと書いてますね。雑誌日経トレンディが選ぶ2020年のヒット予測ベスト40の中の26位に何度レモンドがランクインしました。これはだから結局のところ、まあ、広告費用のおかげというか、広告したからそうなったというだけであって、別に広告しなければ、こんなもん乗らないです。うん。これは、なんていうかな。ドヤ顔でなんか言ってるんですけど、あれみたいですね。サントリーの、プレミアムモルツみたいなもんですね、あれね。ね、なんとか賞受賞とか言ってる。ね。金で買えるんだよな、それっていう話の。ね、クソみたいな、ね、賞。受賞したとかなんとか言ってさ、なあ、ドヤ顔してんだけど。
でも、まあ、味自体は悪くないですよね。うん。まあ、若干かなりパクリ要素が入ってるっていうのはあるんですけど。うん。札幌のレモンザリッチのパクリみたいになってますね。ほぼほぼ。うん。味としては、非常に似ている。まあ、だがしかし、やはり、コカ・コーラ。今まで酒を出さなかった。のが、まあ、災いしたと言いますか。やはり、ね。格が違ったということですね。今まで、ね。お酒とかを、ね。チューハイとかいっぱい作ってる。ね。朝日、札幌、サントリー、キリン、そして、宝酒造。これらには、所詮、及ばなかったと、いうことですね。うん。なぜならば、ね、消費税 2% また上がって 10% になって、ね、景気も低迷しまくって、デフレデフレで、ね、で、スーパー行きました。あ、ちなみにコンビニだと162円でしたね。さらに10円高かったって。ね、その状況で、値段見て、150円、税込み152円ぐらいなんですよ。で、他のやつは、他のチューハイとかはもっと安いんですよ。110円とか120円ぐらい。さて、買うんでしょうか？ね、40円も高いやつ買うんですかって話です。買う価値あるんですか？ないんだよな。ないんだよな。この程度の味で、ないんだよな。やっぱりレモンザリッチに、軍配が上がるんですよ。この時点で、もはや。まあ、チューハイに150円出すか。ね、ビールだったら、まあ200円とか、ね、220円ぐらいします。でも、チューハイって、やっぱり、ビールよか、やっぱ安い。圧倒的に、半額ぐらいなはずです。まあ、ビールは税込み220円ぐらいだとして、まあ、その半額ぐらい。110円ぐらい。これが相場ぐらいでしょ。まあ、買う価値はもはや、皆無に近い。皆無です。残念ですが、俺は買いません。なぜならば、金がないから。うん、11月の今日が2日ですね。うん、甘みもそこそこあるし、酸味は強いですね。うん、4、塩味、塩味なんかあるような気がするんだよな。2、苦味も、まあ、そこそこは、まあ、ある。じゃあ、ある。コクも、まあ、強いでしょう。風味も強いですね。コクもあるし、風味も、
まあ、強めです。まあ、カイドウはまあ、これカイムでしょうか。カイムだけど、まあ、まずくないだけ、まあ、あれ、誰として、まあ、お情けかけて2ぐらいにしよっか。まあ、まずくはないですからね。1はつけるの、まあ、もうまずい。まずいっていう、あれですね。3423442です。ご視聴ありがとうございました。